山寺です。今ですね、阪急の池田駅にでおりました。ここはね、駅の前ね、ちょっとね、魅力的なあの立ち飲みがあるんですよね。まあ、酒場があるということですね。大江川の方ですわ。マルシェの2番館っていうところですね。それを出てこちらなんかね、立ち飲みどころ六本木っていうお店があるんですよね。まあ、撮影許可もらえるかどうかはちょっと分からへんけどね、とりあえず入ってみますわね。立ち飲みどころ六本木行きます。まずはですね、焼酎ですね。二階堂の水割りはこれは300円です。いただきます。美味しい。あてはですね、冷蔵庫の中からね、取ってくるんですけども、こちらね、きんぴらですわ。きんぴらと、あと、これね、しらすおろしかな。ちょっとこれね、いくらかね、値段みんな忘れましたけどね。きんぴらは200円です。ということでね、きんぴらから、食べたいと思います。あ、美味しそうや。これなんか照りがいい感じの照りが出てます。きんぴら、美味しい。ちょっとね、あの柔らかめに煮たきんぴら、うん、焼酎。うまい、うん、いいっすね。六本木っていうね、大阪にある六本木。こんにゃくもあります。うん、あ、うまい。しらすおろしにポン酢をちょっとね、かけていただきますよ。これね、たっぷりのしらすが入ってるように見えますね。うん、しらす大好き。これは結構しらすがね、あ、おろしっていうか、もうこれしらすがほとんど入ってしらすですわ。いただきます。しらす、うん、美味しい。うん、あの生姜も効いてて美味しいわ。うん、しらすの上に生姜がかかってて、その下にはね、大根おろしがちょっとだけ入ってるんですけども、もうこれほとんどね、しらすがメインです。うん、うまい、うまい。うん、やっぱりあの生姜がね、嬉しい。うん、おでんの筋です。美味しい。あの懐かしいタイプのね、あの牛筋ですわ。昔からのおでんに入ってる、うん、薄めの味付けやけどね、あのものすごいね、当てになる。うん、あ、うまい。おでんのですね、厚揚げ、これもまたね、美味しそうよ。これはいい感じの厚揚げです。いただきます。うまっ。うん、だしがね、染み込んでて美味しい。うん、酒が進みますね。うん、このあのきんぴらもね、美味しいです。うん、
にあのおでんのね大根をいただきたいと思います。大根もねあのほら中まで旬でる感じで、ほら美味しそうでしょ。美味しい。焼酎も濃いめでね、すごくいいですね。駅前にあるところ、なんか昼の1時から開いてるみたいです。このお店1時から開いてて嬉しいですね、お店の雰囲気ですね。こんな感じになっております。これジャコおろし、シラスおろしな、シラスおろし、これほとんどおろし入ってないかもしれない。もうシラスが中心ですよ、さっきも言いましたけどね。これがまた嬉しいんですやん。うまい。酒がね進みまくりますわ本当に、もう一杯飲みますわ、2杯目です。2杯と水割り、これが300円です。シラスが気に入りました。美味しい。まあきんぴらも気に入りましたけど。なんかほのぼのとしていいですね。なんかもうちょっと食べたくなってきたな。ちょっとあてを探しに行ってきます、こちらですね、こちら小松菜を取ってきました。205円ですね。揚げさんと小松菜の、煮たやつですね。いただきます。おいしい。この薄揚げの油と小松菜がねうまいことこう混ざって、美味しい。小松菜のちょっとシャキシャキ感も残しつつね、味付けが絶妙にいいですね。あら、お酒進みますでね、ほんまに。ちなみにこの小松菜はね250円でしたね。次これまたおでんですね。おでんの厚揚げ、ちょっと辛子とかつけすぎたかな。うまい。うまいな。ここはもうなんていうかな、渋い感じの大人の立ち飲みです。今回ね、池田は初訪問なんですけどね、池田にもこういう素晴らしい酒場はねあるなと思いましたね。で、他にもまだまだこの池田の駅のね周辺にはね酒場があるみたいなんですよね。ここはねちょうど1時から開くんで、多分昼からのスタートのお店っていうところで言うと、ここが一番ね一軒目に行くのはちょうどいいかもしれませんね。わかりませんよ、まだ池田全部見てるわけじゃないから。
うん、これからなんですけども、うん、もうねあのこの辺でちょっとね締めますけどね、結構もう駆けつけの2杯結構濃いから、うん、濃いからとりあえずあてを食べて、うん、ここめちゃくちゃいいお店でしたね。六本木さんですわ。なんかね雰囲気も良くて、なんていうんかな、もう酔っ払いましたね。酔っ払いましたということです。いつも山寺の YouTube 見ていただいた視聴者の方々本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。次行く。